皆さんこんにちは、マジセミの寺田です。今日はですね、2020年 IT 業界トレンド、最後のテーマですね、7つ目ですかね、はい、7つ目、SI ビジネスは苦境にというテーマをやっていきたいと思います。このテーマはですね、マジセミでも結構取り上げているテーマですし、で今日のお話はですね、実は2013年に私がちょっと前職で、新年のメルマガでですね、ちょっと予測を10年後を予測したやつをちょっと引用しながら話をします。でその時もですね、プロジェクトが縮小化小さくなるって話はさせていただいたんですけど、やっぱり今、今回のトレンドの中でもモード1、モード2の話をしましたが、モード2のシステムってプロジェクト小さいんですよ。スモールスタートしますし、アジャイル的にこうやるので、こう何百人の体制でみたいなのはないわけですよね。なので、でかつそのモード2が、どんどんこう広がっていくじゃないですか。IT の業界の中ではですね、モード1からモード2へのシフトってのはあるわけなんで、でかつ前回ちょっと紹介したように、モード1も、ローコード開発とかノーコード開発がどんどん出てきて、生産性が上がればどんどんプロジェクト縮小するわけですよね。なので、プロジェクトは規模は縮小、ただもちろん数は増えるわけですね。 IT 全体としてはやらないといけないことたくさんあって、需要はすごくあるので数は増えるんですけど、規模は縮小していくっていうような、そんなトレンドですね。で、2017年今予測をしたんですけど、合ってったんじゃないかっていう感じです。で、かつ、求められるスキルも変わっていきますよね。要はその何百人みたいな大規模開発をするとしたら、やっぱりマネージメントってすごく大事なんですよ。で、その下にはいろんなスペシャリストをこう、従えてですね、全体として大きなものを作っていくっていうようなことをやっていくわけなんですけども、最近はもうフルスタックエンジニアっていうのが求められているじゃないですか。つまりもう一人でいろんなことができる、何でもできるようなエンジニアが非常に求められていると。クラウドサービスだとか、オープンソースだとか、いろんなエンジニアにとってのですね、道具 もうかなり整備されてきたので、従来ではですね、要はサーバー構築からやらないといけなかったけど、今はそういうこともないですよね。なので一人で何でもできるようになってきたっていうこともありますし、プロジェクトの規模も小さくなるから、そういった何でもできるエンジニアが求められるようになってきたっていうこともありますと。いずれにしろ今求められるスキルっていうのは、従来の大規模のマネージメントから、フルスタックにも変わっていますということですね。で、ベンダーさんとか大手のシステムインテグレーターさんってやっぱマネジメントが非常に重要だったので、そこに人材育成はすごく注力してたじゃないですか。だからちょっと言い方悪いですけど、システムインテグレーターさんだと、うちはもうコーディングはしなくていいと、それはもう下請けに任せるから、プロジェクトマネジメントだけうちの社員はやればいいんだみたいな、時代もあったわけですよね。ただそれがもう結構成り立たなくなってきましたねっていう話です。で、そんな中でプロジェクトの規模も小さくなってくると、人材もシステムインテグレーターとしてはマッチをしなくなってきたし、そんな中で間接部門だとか、大勢いるプロジェクトマネージャーさんを位置できるのかっていうと結構難しいと思うんですよ。なのでスキルを転換していかないといけないと思うんですね、特にプロジェクトマネージャーとかは。で、それがちゃんとできるのかっていう話、あとはこのトレンドの中で一番最初に言った、人材移動の中で、残念ながらどんどん排出する方になっているので、人はこう減ってくるし、採用はできないという、そんな中でですね、なかなかちょっと難しい、舵取りを、迫られる状況になってくるのかなというふうに思います。で、じゃあどうすればいいのかっていう、ちょっと2つぐらい書いてみたんですけど、1つは、分社化ですね。組織を小さくして、会社自体も小さくして、DX とかにこう対応できるような小さい組織を作っていく。組織変われば、で少し小さくなれば社員のモチベーションもちょっと上がるし、新しいことチャレンジしようという機運も生まれるので、一つもありかなと思うんですよね。でもう一つは、これは私2013年で予測したんですけど、そのチームの
組織としてはシステムインテグレーター大きいんですけど、小規模のチームがたくさんこう存在するような、そんなギルド的な組織にこう生まれ変わるみたいなやり方ですね。これちょっと難しいかなと思ったんですけど、この前ちょっと勉強会やったら、いやうち今そんなことやってますみたいな餌屋さんがいて、あ、そうなんだと思ったんですけども、なのでこれも結構ありかもしれないということですね。こんなようなことを考えながら、システムインテグレーターさんは、どうしていくかっていうのをいろいろ考えていくような、そんな年になるのかなというふうに思いますと。7つですね、2020年の IT 業界のトレンドということで、お伝えをしてきました。何回か言いましたけど、今年はリアルの場でもですね、ちょっとこういったディスカッションをちょっとしていきたいと思うんですね。で、今回説明できなかったマジセミとしてちょっと興味があるトレンドっていうのもいろいろあってですね、例えば私も今50歳なんですけど、50代 の、 IT 人材をどう活躍、していけばいいのか、させていけばいいのかっていうのはかなり重要なテーマだと思うんですよ。でそういったところについてもちょっと皆さんと一緒にですね、今年は議論していきたいというふうに思いますので、ちょっと動画でも発信してきますし、ちょっとリアルでも企画していきますので、マジセミにですね、ちょっとぜひ参加をしていただきたいと思います。皆さんと一緒にですね、 IT 業界を考えていければというふうに思います。それでは引き続きよろしくお願いします。